えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は、えー、この「人の本性なぜ殺しなぜ助け合うのか」というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、えー、とこの本は、えー、発売が2015年の10月の本になります。えっ、ー、とですねまああのこれは自分で、えー、と興味を持って買った本なんですが、まあ、あの人間というものの、まあ、心理状態であったりとか まあ特に集団における心理についてまあ興味があったので買ってみた本です。で、えーとまあ、内容で良かったなと思う点を今日は2つご紹介したいと思います。良かったなというかまあ心に留まった点を2つご紹介したいと思います。で、えー、と1つ目は、えー、とその人間の、えー、まあ行動心理脳の構造として、えー、必ず人は他の人が賛成している意見に対して 自分が違う意見を持っている時に苦痛を感じるようにできているということがこの本の中に書かれていましたで、えっと、これは非常に興味深いし初めて聞いた事実だったので驚いたというかショッキングだったんですがその自分の意見というのが仮に確実に正しい世間的にも例えば科学的な事実に基づいていても必ず正しいという自信がある時でさえ 周りの人たちがそれは正しくないっていう意見を表明していたり、まあ、あのそれとは違う意見を表明していると例えば自分の周りの9人が、えー、ある意見 A っていうものを 賛成それに対して賛成しているのに対して自分だけが意見 B に賛成している状態であるといかにその意見 B っていうものが正しいと自信があってもまた事実として正しくても人は脳で苦痛を感じるという実験結果が分かっているそうです。で、えーとまあ、この本の中では、まあ、そういった観点から例えば、まあ、いじめであったりとか、まあ、職場における何、えー、て言うのかな えっと、こう組織、えっと、集団で、えっと、政治を、まあ、するような人々の話とか、まあ、いくつか書いてあるんですが、えっとまあ、これはあの非常に重要な指摘だし、まあ、あの初めて知ったことだったのであの印象的でした。で2つ目なんですが、まあ、それと関連してですね、えっとまあ、有名な実験の例が挙げられてたのでそれをご紹介します。で、えっと、1つ目これは有名なんですけれども、えっとまあ、ある実験で、えっと、人に 電気ショックを与えるように指示された人が、えー、どれぐらいの指示であればその、えー、支持者から。 電気ショックのボルテージを上げていくことができるかつまり、えっと、指示する人 A がいて、えー、実験を受ける人 B がいて電気ショックを流される人 C っていうのがいますんで、えー、その C さんに対して、まあ、実験を受けている B さんは A さんの指示のもとどれぐらいひどいことができるかっていう実験なんですが、えーまあ、A っていう指示者がいると人は、えー、自,分が自分がやめた方がいいと思っている電圧高い電圧でも、えー、C さんに対して電圧を かけてしまうと a さんの指示に従ってしまうということが分かっているそうです。で、これはあの結構有名な実験なんですが、まあ、これもえっとまあ、自分が指示をされると、えー、つまり、まあそのその空間におけるま正しさ正義っていうものがま a さんから来ていて、それに抗うことを嫌がるのが、まあの自分の意思に反して行動を起こしてしまうとまあ、そういった例ってあるというふうに言われています。で、あともう一つの実験をご紹介すると。 えと囚人と看守の役割を持たされた人々を、えー、まあ作りますと、まあ、あるゲームというか、えー、と実験として作りますとで、えーとまあ、その囚人役の人はもちろん囚人らしく振る舞って看守役の人は看守役 らしくく振る舞ってくださいというふうにして実験が始まるんですけれども、えー、まあイメージとして囚人役の人はまああの自分の役割に素早く適応できると、まあ、そういうことはあのイメージができると思いますつまりまあ悪く振る舞ったりとか、まあ、そういったことをしたとで驚いたこと、まあ、予想外だったのはその監修役の人々もまあかなり実はなりきって監修を演じてしまったとつまりそういう悪態をついている囚人役の人たちに対して非常に厳しい態度で接したりとか、まあ、実はその 想定以上にまた必要以上にその看守の役割を果たしてしまって、まあ、厳しい罰を与えようとしたりとか、えー、まあコントロールしようとするということがまあ実験の結果は見られたそうですでもちろんこれは実験だということが事前に知らされてますし高額の謝礼が支払われるということは事前に決まっていたそうなんですけれども、まあ、それでもこういった、えー、まあ何ていうか歪みというかですね を生んでしまうと、まあ、なので人間には、まあ、あのやはり一番最初に言ったように集団と違うことまた指示に対して抗うことっていうのをまあ非常に嫌う性質があって、えー、とまあこれは、えーとまあ、多くの実験から確認されている事実だということだそうです。 あのこれはまあ途中でも言いましたがやっぱり日頃の人間関係においてもこれを意識するとしないとではまあ、結構あの人の考え方に対する理解であったりとかまあ、態度に対する理解っていうのに違いが出てくるんじゃないかなという意味であの非常に、えー、興味深かったです。でえっとまあ このタイトルは「人の本性」というタイトルなんで、まあ、どっちかというとこうネガティブなイメージばっかり書いてあるかなっていう印象もあるんですが、まあ、実はあの後半にですねちゃんとその人はどういうシチュエーションで幸せを感じるかとか人に物を与えたり幸せを分け与えていくことに対しても、まあ、人間は本来そういうことを喜ぶ性質を持ってますよとか、まあ、そういうちょっとあのポジティブな側面もあの書いてあるので、えー、まあこういった話が好きな方は読まれてみるといいかなというふうに思います今日は以上です。